皆さんこんにちは。今回の動画では2023年1月16日第2試合で行われた大人気雀士伊達有沙選手が見せた松本選手にカンチャン、ティアンメンをチーさせて差し込みまでの全てをお世話したさすがすぎる一局を紹介します。また松本選手が見せた差し込みしてもらった後の情けなさがにじみ出た表情にも注目してください。それでは本編のスタートです。中林が積もって上がってもおそらく松本は4着にはならないですね。そうですね、はい、中林が自分より上行った時は松本黒沢が自分の下行きますね、うん、ここで黒沢に上がられちゃうと大変。中林さんは何点ですか？中林は満願の積もですね。満願の積も上がりがあると2着に一気に浮上です。直撃で3着に上がるのは最低5-2ですか？5-2ですか、ね、はい、5-2は作んなきゃないってことですね。そうですね、5200のリーチまで行けたら出て、まあ、直撃で3着積もって2着と嬉しいリーチになります、うん、松本はここも全力2着ですよね。そうでしょうね。換算満とかもチーですね。例えばこの次に移る松本の手ですが、うん、そうでしょうね。伊達さんお願いしますと、はい、仲良くしようよと。そうですね、松本はね人がすごくいいなので誰とでも仲良くできるタイプですからね。いや、しかもだってね、大浦さんに控えてる親番の人おっかないからね。そうですね、それを仲良くしようよって言われれば伊達さんも喜んでね。そうね、そうですねってね、はい、やぶさかではないですよと、はい、目いっぱい構えるか、それとも数ピンぐらいはつもぎるか。中林が来た。来ましたね。くっつきですよ。ドラと赤ウピンのくっつきですから、あの2000要素ありますよこれ。赤ウピンくっつけば単野確定ですからね。そうですね、2万匹とかがちょっと嫌ですか？嫌ですね。それはちょっとどうなんだろう。テンパイ取らないもあるんじゃないですか？いや難しいね。取らないもあるかな。相撲裏で2着ですね、その場合は。あとは直裏、今は切っちゃうんじゃないですか？チーだ。急ぐ吉弘、急ぐ吉弘です。俺は2着でいい。もう4着はたくさん、3回連続4着おかわりしちゃったんだよ俺は、と。もうあんなのやだよ。2着で十分、4着は嫌だ。協力体制か、協力体制だ。手を握る伊達と松本が手を握る。3万持ってないですよね。でもね、でも次ローマンじゃないですか？今7万チーして想像はもう触らないと思うので、次6万ですよこれ。フィニッシュまでは届かないけど、これ次6万ですね。3万だ。チー、これ3万から打てたらワンプレーでしたね。6、9万ないから。まあ、ただまだ黒沢さんはリアンジャン点ですからね。伊達さんは別に中林さんのリーチ怖くないですからね。はい、あー3万になる。これなんだ、イーマンスーマンだ。いやこれ伊達はここから多分ねピンズ抜いてくんですよね。3-4-5で5-3か。う、あ、ウーピン、ウッパピン通ってるな。3万うますぎる。3000着。はい、よく3万打てたなこれね。はい、3万打てないと思いました僕。タンヤオドラーか。3900。松本苦悶の2着、苦悶の表情。3連続4着から解き放たれましたが、序盤はトップが見えてましたからね。こんなはずじゃなかった、悔しい表情です。いやしかし伊達の恐ろしさを知る第2試合となりましたね、藤崎さん。そうね、すごかったね。続きまして2戦目トップとなりました、コナミ麻雀ファイトクラブ伊達有沙選手にお話を伺います。トップ、おめでとうございます。ありがとうございます。大トップですね。ちょっと、はい、申し訳ないぐらい手が入っていて、いや本当に周りの方がかわいそうに突然できました。はいはい、改めてオーラスなんですが、はい、この3万を松本選手の上がりだったんですが、こちらは差し込んでもいいという気持ちで、はい、そうですね、はい、まあ、ドラが見えてなかったので8ポイントとか8000点とか失うと、まあ、もったいないはもったいないんですけど、まあ、自分のローマンローマンチーマンチーマンのウッパーマン受けがそもそもパーマン3切れでかなりきつかったので、はい、まあ、チーマンローマンって松本さんの欲しそうなところを打っていきつつ、
様子見つつで、まあ、あの形で急ピンあんこになってってなったら、まあ、黒沢さんのリーチに備えて安全牌持ちつつ、まあ、サンマ当たっても全然大丈夫ですよみたいな感じではありました。やっぱり黒沢さんは11万点のあれがあるので、ちょっと怖さもありますしね、まあ、全然刺さってもいいよっていうあれでした。はい、マスターの皆さんにメッセージお願いします。はい、本当に爆運ですいません本当に、ただこういったいい運を生かせるように我々麻雀プロ普段稽古しているつもりですので、引き続き応援してもらえたらすごく嬉しいです。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。